ヤマハ、SRV250 の紹介&インプレです。1992年に発売されてすでに30年がもう少しで経とうかという、古いバイクですが一体どんなバイクでしょうか。とりあえず主要所言です。当時としては非力な部類ですが今となっては、十分な馬力やトルクかと思います。燃費もいい方かと思います。実燃費でリッター30以上は走ります。エンジンはビラーゴのエンジンを専用したエンジンです。もともとキャブレターが一つでしたが、SRV は2個付いているツインキャブレターとなっています。2気筒でマフラーも2本出しとなっています。ノーマルマフラーの頃の写真。どちらに点灯してもマフラーが傷つく特典付きです。定め。ノーマルマフラーは音量も音質も良く、見た目も大変かっこいいです。残念ながら SRV の泣きどころとしてマフラーの穴開きが、よくあるようです。自分のも仕方なく車外に交換しました。状態のいいマフラーは高値で売買されるほどです。購入時は要チェック箇所ですね。悲しいことに外見上は綺麗でも中身がすでに、グズグズだったということもあります。判別不可。古いバイクなので仕方ないところです。またパーツに関しては外装は厳しいですが、主要な機関部のパーツなどは、まだ問題なく入手可能です。中古品も意外と出たりしてますね。とはいえ年々パーツが出なくなってきているので、交換したいところは早めがいいかも。エンジンそのものはこれといったトラブルの少ないエンジンで、耐久性も高いです。そのせいかどうかはわかりませんが、優勢仕様の SRV250G なんてのもあるくらい。ネット上ではメーターを一周させるネタもいるくらいなので、手入れ次第でかなり走ることができるバイクです。乗り心地は普通、特段すごい良いとは思いませんが、悪くもなく個人的には好きです。タンクが細身なので大柄な人には少しニーグリップがしづらいかもしれないです。思った以上にハンドルの切れ角が狭いので最初は戸惑いましたが、慣れれば全く問題ないです。ホイールは18インチでアルミホイール、姉妹車用のルネッサは鉄ホイール。マフラーの音や造形、細かな部分の仕上げなど、ヤマハさんとしてはかなり気合の入った車両だったみたいです。エストレアには負けたけどね。とりあえず自分の乗っている SRV の紹介です。キジマの SR 用のフォークブーツを履いています。フロントウインカーは YB125SP の流用。夜道をよく走るので奥に LED ワークライトを取り付け、ウィンドスクリーンを装着して隠れ駐車しよう。タンクには SR 用のタンクパッドを自作のスポンジで厚みを増してます。グリップはゲル素材で振動対策。これが LED ワークライト。こんなところにつけているのでほぼ意味はありませんくらい。購入時から小傷が多めの車両ですが、全体としては状態は良かったです。傷も古いバイクなので味として見てます。シート表記は交換しています。本当は黒い色です。本当はマフラーがもう一本ある部分です。タイヤはブリヂストンの BT45、 リアだけワンサイズアップしています。安定感が増すのでおすすめです。マフラーは中古購入のワンオフ品だそうです。全く期待していませんでしたが音量、音質ともノーマルに負けない良いマフラーで吹け上がりが軽くなりました。オールステンレスだそうでサビを気にしなくていいのも最高。 SRV 界隈で三種の神器と言われるマフラー、センタースタンド、リアキャリアを一応完備。ちなみにリアキャリアは YB125SP のもの、SRV は半分くらい YB125SP でできてんのかなと思います。これといったカスタムはしていないのでほぼノーマルですが、乗るたびに楽しいと思えるバイクです。
あ、あとヘッドライトバルブを Amazon の激安 LED バルブに交換しています。1年くらい経っていますがちゃんとつきます。どんなかっこいいバイクも劇的にダサくするギアボックス、安心してください、ちゃんとつけていますよ、便利。 YD125SP のリアキャリアは純正と思うほどのシートとの辛い痴漢です。シートはやや固め、前側に座るのと後ろ側に座るのでハンドリングがぐっと変わります。古くなるとよく振動するメーター周り、謎の振動音が出てくるけど原因がよくわからない。ゴムパッキンや台座にゴムワッシャーを入れるとマシになります。ちなみに、鼓動を感じるバイクなので良くも悪くも、振動が多いです。4000回転がマックスの振動、それ以上の回転数になると今度は一気に静かになります。低回転、ブル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 、4000回転、ブイーン、高回転、キュイーン、高速道路、キーン、てな感じのいろいろな表情を見せてくれるエンジンで、面白いです。ポジションは意外と前傾です。殿様スタイルではないよ、一応スポーツの名がついているからでしょうか。自分はハンドルポストを噛ませてあげています。肩こり。 SRV やルネッサのタンクって非常にセクシーです。細身で好きです。タコメーターはなくても困らないけどあると便利。ブレーキはフロントディスク、リアドラムの普通の感じです。機は個人的にはもう少し欲しいですが、リアのドラムがそろそろ交換なので交換したらまたインプレしたいです。とまずこんな感じです。短くまとめるのが難しいので一言、 4DM はいいぞ。ご視聴ありがとうございました。